はい、チャオ、亀岡です。今日はですね、12月27日ですね、月曜日からの注目株、注目銘柄と私のですね、短期の相場感などを話していきたいなと思っております。よろしくお願いします。でまずはね、今日日経新聞にですね、朝刊に私のですね、勝てる投資家はこれしかやらないというですね、歌舞伎投資の、まあ、勝つ再現性だけを集めた、本になるんですけども、こちらのですね、なんと広告を出してもらいまして、PHP 出版さんから出したんですけども、本をですね、稲盛会長のですね、その隣にですね、広告を出してもらえるって、まさにね、経営者としては、もうね、本当に、まあ、願ったり叶ったりと言いますか、こんなにね、まあ、嬉しいことはないんですけども、まあ、そういった意味ではね、非常に良かったなと思っております。こんなに嬉しいことはない。これなんかね、確かガンダムのアムロのセリフですよね。どこで言ったんでしたっけ？こんなに嬉しいことはないってどっかで言いましたよね。ちょっと今すぐパッと思いつかないんですけども、まあそんな感じでね、この本も非常に売れてまして、今書店でね、もうほとんど在庫がないっていう状況で、まあコメントにもね、皆さんから書いていただいてるんですけども、言ってもないですよ、見つからないですよっていういろんなね、まあこのご意見をいただいてます。ただね、ジャケ買いをしてもね、本当に皆さんに合ってるかどうかわからない。特にこの本は、再現性と法則性、アノマリーを集めた本なので、そのね、再現性が皆さんのね、トレード手法に、まあ、合致してるとは限らないんですよね。なので、まあできればね、書店でペラペラめくってもらって、まあ本当に印税なんて、まあ一冊売れてもね、10円とか20円とか、本当そういった世界なので、全然そこは僕望んでないので、まあ本当に役に立ってばなという形で、まあね、毎朝執筆してきた本なので、まあどちらかというとね、見て、内容を確かめてから、まあね、買ってもらえたらな、もし買う人がいればね、と思ってますので、まあ年始ぐらいまで待ってもいいんじゃないかなと思っております。それではね、まずは、市況の方行ってみたいんですけども、日経平均ですね。あ、ちなみに今日もね、本当にまあ割安と言いますか、出遅れ割安株が非常に多いです。まあ8割ぐらいが、割安なんじゃないかなと思ってますので、まあね、見てもらえたらなと思っております。最後までですね。で、まず日経平均ですけど、まあ、はじめ上がったんですけどね、その後まあ調整に入って、今のところですね、三角持ち合いのまあ本当にまあそのレンジを狭めてきてますので、まあ特にね、今もう横横でまあずれてますよね。横に横にまあ同じ株価で移動してる。まあそのね、上下のリズムもすごく狭まってきてますので、まあこの練習に向けてね、上がるのか、まあ下がるかもしれないですからね、まあどっちに行くかわからないと。まあそういった状況になってますが、まあかなりね、答えが出そうな、まあそんな流れになってきてるんじゃないかなと思っております。で、S&P500 ですね、なんと高値、新高値を突き抜けていったので、早いですね。もう新高値ブレイクなのかと。早いぞ、早すぎるぞみたいな。マジかみたいな感じですよね。まあそういった意味ではね、この後ね、大きく上に行くのかどうかというところですけども、この後上値抵抗線がないので、もしかしたらね、しばらくまた、大きくこのクリスマスラリーからね、年始にかけてアノマリー的にも上げやすい。これも書いてありますけどね、1月2月は上げやすいんですよね。そういった意味では、株価をね、押し上げていく可能性もあります。それから、ナスダックですね。ナスダックはね、非常に弱かったんですけども、まあ一応まだね、まあダウントレンド形成中ではありますが、ここをブレイクしてくるとね、まあもう一度上値をね、目指して上がっていく可能性があります。あとはね、まあこの後、まあ、中長期の私の戦略編の番組で話しますが、まあバイデン政権がね、今日本円にして200兆円のインフラ投資をしようとしてますよね。あとは、富裕層に対するね、課税がどうなるかというのもありますけども、このあたりがね、答えが出てくる。そしてバイデン政権の、まあ、支持率もね、低迷してますが、民主党が、まあ、政権をね、しっかりと安定させることができると。次のね、選挙でも、まあ、大きく負けることがなければ、まあ、もしかしたら、もう一段階ね、上がっていく可能性があります。こちらもまあ、ランダムウォークなのでね、下がったら下がったで、ね、大きく、まあ、買って儲ける、まあ、そういったチャンスが訪れたと。いうこともできますし、上がったら上がったらね、今ある固有銘柄を、ね、高いところで売るチャンスが巡ってくるというふうにも考えられますよね。結局どっちに行っても勝てると。まあそういったね、姿勢、まあそういった、まあなんて言いますかね、まあ構造、ストラクチャーでいると、まあ株式投資っていうのは負けにくい投資家になっていきますよね。どっちかに行かないと勝てないってなると、やっぱり打ち手が狭まりますので、選択肢がね。まあ他の投資家、他の機関を大口に付け入れられるね、そういった隙を与えてしまいますので、まあ、なるべく隙を与えないということを考えると全方位にね、よくうちの社員が言うんですよ、全方位で固めておこうって、全方位で、営業もしっかりやっていこうってことで、全方位っていうのはね、まあつまりイーズ
イージスってことですよ。あのね、自衛艦とかでね、海上自衛隊とかね、まあいますけども、そのイージス艦っていうのは、わかりやすく言うと全方に対してまんべんなく対応ができるっていうことです。だから防衛力が、ギリシャ神話のイージスの盾のをね、を代名詞として使っているんですよね。まあこれはね、イブキっていうね、映画がありますので、まあちょっとね、記憶に残ってれば、最近忘れて、ね、画像をここに出しときますね、って忘れてることがあるので申し訳ないんですけども、イブキっていう映画ね、結構誹謗中傷っていうのはちょっとおかしいですけども、結構コメント欄を見るとね、イブキ荒れてますよね。もう初めのその、ね、上映前から結構ね、荒れていたんですけども、僕面白かったですけどね、イブキ見ましたけども、映画館でね、結構迫力ありますし、まあ CG もちゃんとね、作ってあったし、まあね、まあそれなりに、ちゃんとそのイージス艦としての役割であったりとか、防衛としてのね、国土防衛としての考え方とかをきっちり描いていたんじゃないかなと思います。で、まあ自衛官がね、対そのイージス防衛でミサイルをね、発射していくんですけども、その第2弾、第3弾、第4弾という形でね、迫ってくる飛行機に対して、1弾だと間に合わないので、2弾、3弾、4弾ってね、最初にはバルカンで、撃ち落とすんですけども、これがね、上等手段なんですよ。いいですよね。それが大阪弁なんですよね。でも、それはしょうがないかなと思うんですよ。演出、だって、あれ全部本当に日本語でやっていたらね、つまんないじゃないですか。相当淡々と進みますよ。ナレーションもね。それは面白くないので、まあそこで大阪弁を話すってね、行ってまーみたいな。ミサイルダメかみたいな。第2弾装填いてまーいみたいな。あの演出は仕方ないかな。そこはね、まあね、やっぱ許してあげてほしいなって。エンターテインメントの中での最大限ね、どこまでそのリアルを演じられるかっていうとこなので、まあ楽しめたんですけどね。まあそういった意味では、その話を元に戻すと、個人投資家っていうのはイージスでいる必要があるんですね。どっちに行ってもまんべんなく全方位で戦えると。まあ全方位の用意をしておくってことですよね。まあそういった形で、まあこの動画のね、まあ情報とか、考え方などをね、使ってもらえたらなと思っております。ちなみに僕はだからね、常にイージスでいますので、信用取引もやってなければ、今キャッシュポジションも高めてあると。いうことになります。これは下がってもいいようにってことになりますよね。ただ、保有してる株もあります。それは高配当株であったりとか、安いところで買った銘柄で、今後上がると期待する銘柄は保有し続けているということになりますね。つまり、どっちに行っても結局大丈夫だし、どっちに行っても儲かるって状態にしてあるということになります。まあ、これの詳しいことはまた別の動画で話します。で、先物を見ていきたいんですけども、ニューヨークダウ先物ね、ちょっと上がってます。まあ、このあたりはまあ誤差なので、まあ、来週以降ね、今週月曜日からどうなるかっていうのは、まあ、蓋を開けてみないとね、ちょっとわからないかなということになってます。で、こちらね、今ね、まあ、レンジですよね。三角持ち合いとも言いますけども、レンジで、まあ、膠着している状況になっています。なので、1月になったら、まあ、答えが出るんじゃないかなと思ってますし、まあ、アメリカのね、まあ、動向次第、それから、まあ、日本もね、真水を含めた50兆円のね、経済対策を岸田さんが打ってきますし、あと、岸田さんがね、この年末年始でね、いろんな人から、まあ、長老からね、いろいろご意見いただいてると思うんですよ。いい意味でも悪い意味でもね。そうした中で、やっぱりね、それなりにやっぱベテランの言葉っていうのは、それなりにやっぱりその、まあ、経験に基づいた、ものがあると思います。株式投資もね、やっぱ相場歴50年の人と、最近始めた1、2年の人だと、やっぱりその話してる、その、まあ、奥行きが違いますよね。そういった意味ではね、この岸田さんがこのね、年末年始それを聞いて、1月からもしかしてね、その経済に対する、もしくは金融に対する、姿勢であったりとか発言ですよね、変わってくる可能性があります。そこにちょっと期待してるんですけども、そうしたらね、一気に上向くっていうことも、まあ、上にブレイクするってことも十分考えられるかなと思います。はい。まあ、このあたりはね、もちろん蓋を開けてみないとわからないんですが、まあ、今ね、非常に膠着をしているというのが、まあ、日本株の実情なんじゃないかなと、日経平均も含めてね。で、これらを踏まえて、僕のポートフォリオが今こうなってまして、広く一般にね、公示された実際の決算の中からですね、ここから高決算、高材料をね、買いされた順番でお届けしていきたいなと思っております。ただ、これだけのね、特別な情報は一切ありませんのと、技術の習得を目指す番組になってますので、その点だけはご了承ください。それでは行ってみましょう。ということで、まずは材料からなんですけども、ジーンズのね、田中社長ですね、けじめをつけたいということで、バルミューダの社外取締役を辞任するっていうね、ニュースが出てきました。でね、これはまあバルミューダはね、そのバルミューダフォンっていう携帯電話をね、発売したんですよね。まあ、これについては YouTube で散々叩かれていますよね。まあ、かなり、その、まあ、スペックが低いと
というふうに、まあ、言われています。僕はそんなにね、その、スペックとかあんま興味がないので、ひたすら iPhone しかね、iPhone ユーザーなので、iPhone しか使ってないんですけども、まあね、動画を興味本位で見る限りは、まあね、iPhone の半分で価格は同じってことになると、そのスペックがね、まあかなりね、ブランドをね、もしかしたら今後、まあマイナスイメージにするような商品を出してしまったのかなと思います。で、やっぱりね、バルミューダフォンを出した、まあ理由はおそらく、まあなんて言いますかね、そこにいる、その、消費者を囲い込みたかった、もしくはこっちに向けたかったっていう、そういった戦略なのかなと思いますが、それがね、間違った方向に行ってしまうと、かなりね、バルミューダがこれまでやってきた、培ってきたブランド力っていうものを損なってしまう可能性があります。バルミューダについてはこの後出てきますので、まあその中でね、そのバルミューダ本を出す前に、ジーンズホールディングスの田中さんが社外取締役だったので、その株をね、買ってしまって、あれ買っちゃったみたいな。で、売っちゃったみたいな。あれおかしいみたいな。やばいよ、やばいよってなってたのが、ついこの間もあったんですよね。で、その田中さんは、この後ね、けじめをつけて辞めるってことで、今回の、まあ、幕引きを、まあ、図ったということになります。もうおそらく株もね、売らないでしょう。しばらく保有するか何かするんだと思います。6ヶ月以上とかね、1年とか、まあ、ある程度決まってるので、そういうことをするんじゃないかなと思ってます。確か証券会社に勤めてる人とかは、半年か1年ぐらいのルールがありますよね。おそらくそれに乗っ取ってやっていくんだと思いますが、まあね、まあ田中さんにしてみれば、まあね、別に社外取締役としてのね、報酬も確か600万ぐらいだったと聞いてますので、まあね、当然上場企業の社長なので、まあそんなものは本当に小遣い程度だと思います。なのでまあしてやられたなっていう、まあやっちゃったなって感じだと思いますね。で、まあね、こういったブログのでもね、まあ報告ってことで、今回辞任しますよってことを発表しています。で、チャートの方がね、ジーンズホールディングスを見てみると、今回ね、材料が出たので、結構ね、1年チャートで見ると、ずっとダウントレンドの中で低い位置にあるんじゃないかなと思いますし、これ1年前のね、6500円のとこまで、まあまあ戻ってきてると言っても過言ではないかなと思いますので、まあ低価のね、虎視眈々と狙ってる、そういった投資家の人はね、監視銘柄として、まあ研究してみてもいいんじゃないかなと思っております。別に、ね、月曜日から動く必要は全くないですし、そういうやり方をしていたら勝ちにくいと思いますので、まずは監視銘柄に入れて、ご自身のね、タイミングとか、まあ研究材料として、もしくは周辺セクターを調べてみるとかね、そういう形で、まあ、まあ使ってもらうのがいいんじゃないかなと思ってますね。どんな動画もそうですけどね。はい、と思いますね。で、続いて、その、ね、渦中にあるバルミューダなんですけども、バルミューダ、ボーダフォンね、ボーダフォンじゃない、ボーダフォンはない、バルミューダフォンですよね。かなり今、ね、メディア、特に YouTube 界はやっぱ厳しいのでね、スペックに関しては、まあ、かなり散々叩かれてたので、ここに来て株価はものすごくね、急落していました。そこに対して、株主還元で3割引きクーポンって、こんなやり方あるんだと思いましたけども、まあ要はね、株主還元で、まあこういったクーポンを出すので、自社商品を買ってください、応援してくださいということだと思います。まあ、優待ですよね。株主優待に近いのかなと思いますが、まあこれはね、まあ蓋を返すと、まあバルミューダファンにとってみてはね、ファンの人にとってみては安く買えるので、こういったね、僕も一時期買おうと思いましたからね、こういった、まあ、トースターであったりとか、あと何買おうと思ったかな、ランプですよ、ランプ。結局買わなかったんですけども、ランプとかもね、あれいいなと思いましたよ。YouTuber がみんな散々紹介したので、まあ、あれもスポンサーだと思うんですけど、まあ、それでもいい商品はいいのでね、僕もなんか癒しですよね。夜中に一人で、そのブランデーとかね、焼酎は飲まないですけども、そういったお酒を飲んでる時に、スコッチとかね、あれがね、目の前にあって、ゆらゆら揺らいでたら、お酒も美味しくなるんじゃないかなと思ったんですよね。で、買おうと思ったんですけど、ちょっと寸前のところで買わなかったんですよね。まあ、結局 YouTube 見てるから、ね、お酒飲みながらね、意味ないじゃん、と思ったんですよね。まあ、それで意味では買わなかったんですけど、これは割引ってことなんですけども、まあ、それぐらい売り上げに対してね、ちょっと危機感を持ってるんじゃないかなっていうことの裏返しの可能性はありますよね。そういった意味では1年チャートで見ると、今ね、大きく下がってきてます。まだ上場して2年ぐらいなので、まあかなりね、まあ前回の安値付近も、もうこのままだと突破されてしまうという状況まで来てますので、ここでね、今、まあもう一度反転してますが、これはね、このクーポンがね、評価されて、また上がってきてますが、まあね、まあどうなることやらということになりまして、次の商品ですよね。
次の商品が何なのかっていうところに、まあ、かかってるんじゃないかなと思います。確かバルミューダは、今回のね、バルミューダフォンの前にコーヒーメーカー出してますけども、そこはあんまりね、ブレイクしたって話を聞かないので、おそらく次の一手かなと思います。ビジネスモデル的には、正直ちょっときついビジネスモデルなのでね、これはストック型じゃないですし、IT とかフィンテック系じゃないのでね、AI を活用したりとか、まあ、とにかくどこまでもブランドをね、高めて商品を出しすぎないといけないっていう、まあそういった戦略を取らざるを得ないのでね、まあ結構きついっていうところはあると思いますね。まあ上場しちゃいけない会社なのかもしれないと思うんですけども、上場したから限りはね、やっぱり毎年売上を伸ばしていくってことが、まあ、市場命題なので、もうここはやっていくしかないですよね。覚悟を決めて。それが買収されるか、M&A されるかってことになるんじゃないかなと思います。あとはね、ここから高決算になりますけども、川崎金塊ですね。こちらが、今ね、アジアなどへの輸出をね、かなり高まってきてまして、今期の経常利益を 70% 上方修正ということで、もともとね、このフェリーとかが売上の半分を占めてるんですけども、残り半分ちょっとはね、バラ積み線なんですよね。それが、まあ、今の鉄鋼とか石炭とかね、こういうところの、まあ、輸送が伸びて、売り上げが伸びてるということでした。こちらもね、全部、ホームページに決算内容書かれてますし、理由もね、ここに書かれてますので、積みの動きがね、見直しが行われたとかね、それで、まあ、売上が上がりますよ、とか、全部、この、公示された内容をね、私の方で、まあ、再編集してお届けするだけなので、その点はご了承ください。興味のある方はね、ぜひホームページを見てみてください。で、こういったね、フェリーであったりとか、まあ、こういった積み荷をね、バラ積みを運搬したりということをやってる会社です。でもね、公示されて、まあ、金曜日のおそらくも出たのでしょうということで、まあ、株価は上げてきてますが、5年チャートで見ると、まだ前回だから4000に対しては、まだね、そこまで接近していないので、もしかしたら、月曜日以降もね、この材料が評価されて、まあ、上がっていく可能性もあるんじゃないかなと思っております。そちら辺はね、もちろん皆さんの方で研究してみてください。で、次はこちらですね、イマジカですね。イマジカが、映像制作のね、がメインでして、最近はね、CM の、まあ、出稿であったりとか、まあ、YouTube を含めてね、動画配信の、まあ、そういった映像制作のね、まあ、ニーズが伸びているということになっております。それで今期の経常利益を 25% の上方修正ということで、で、チャート見てみるとね、一旦こう上がったんですね。上がったけどまた、大きく、この1年チャート見ると下がってきてまして、で、5年チャート見るとね、非常に、まあ、まあ、映像制作ですし、CM 出稿もね、かなり減っているので、このね、まあ、その、まあでも5年ですからね、コロナの影響を受けてるっていうか、まあ、株価そのものがね、低迷をしてる。売上もそんなね、5年で見ると良くなかったかもしれないですね。まあ、その辺はちょっと皆さんの方で、株単さんとか見ると、5年の推移が見れますので、まあ、そういうところで見たりとかしてもらいたいなと思っております。まあ、ここ直近見てもね、2年で見ても、まあ、ずっと横横なんですが、まあ、株価は下げてると。で、まあ、ここに来てね、好決算が出たので、もしかしたら、ここからまたね、評価見直しが入る可能性もあるということで紹介しております。研究銘柄としてね。で、最後の銘柄がこちらです。決算ですね。三立産業になっております。こちら、半導体周辺関連テーマ株なんですね。で、専門商社として、主に工作機械とか、車載向けのね、電子部品などを取り扱っていまして、やっぱね、今、モータビリティが、まあ、この後わかんないですけども、ここまでは非常に伸びましたのと、半導体もね、非常に売り上げが上がったということで、上期の経常利益を 3.5 倍なので、直近ではいい決算内容なんじゃないかなと思っております。で、こちらホームページですね。電子デバイスとかね、まあ、いろいろやっていますね。で、1年チャート見ると、まあ、このね、売り上げを想定して、まあ、トレンド的には上昇トレンドの中に今あるのかなと思いますし、ただ5年チャート見るとね、さっきのイマジカと同じような形で、この5年間ずーっと下げトレンドの中でようやく底根をね、まあ、底固めをして、反転の兆しが見える。わかんないでしょ、もちろん。ここでまた頭を押さえられて下がっていく可能性ありますけども、ような形に見えますので、まあ、研究をしたいっていうね、投資家の方がいたら、まあ、ご自身のね、監視銘柄に入れていろいろ調べてみても面白いんじゃないかなと思っております。今日もこういった形で、決算が出た順にね、お届けさせていただきましたが、まあ、この後ね、世界と日本の金融と経済の動きをね、見ながら、中長期の戦略のね、動画をアップしたいなと思ってますが、非常にね、面白いニュースが出てきましたので、それについてもね、次の動画で上げたいと思っておりますので、ぜひ引き続きよろしくお願いします。それでは今日は以上です。高速で、GO!